ちゃ惜しいわ。何、今日も一人整体しよう。アートマン一人整体膝の痛み編。こんにちは、アートマンの小菅美由紀です。あなたは膝の痛みに太ももの筋肉を鍛えると良いというのを聞いたことはありませんか？その方法では太ももの筋肉を太くするだけで効果があるなし分かれてしまいます。アートマン一人整体の骨盤ストレッチをすれば簡単に解決することができますよ。ではよくある腰痛体操を例に実践してみましょう。まずは仰向けになって膝を立ててください。そこからお尻を上に上げます。そしてゆっくりと下げます。いかがですか？これではお尻と太ももの筋肉を使うことが多いと感じませんか？うん、確かに。太ももの筋肉を使うというのは悪いことではありません。しかしそれでは膝の痛みや腰痛、すべての痛みに対応することはできません。それでは元に戻して呼吸とお腹に意識を置いてもう一度やってみましょう。仰向けになって膝を立てます。そこから息を吸って呼吸を整えながら吐きながらお尻を上に上げていきます。その時にお腹を常にへこませましょう。もう一度吸って吐きながらゆっくりとお腹に意識を置いて下ろしていきます。今はお腹に力が入らないかもしれません。しかし続けることによってお腹の筋肉が使えるようになり、太ももやお尻に頼らなくても膝の関節の曲げ伸ばしやお腹をへこめたりするという基本的な動作をすることができるようになります。皆さんぜひ毎日試してみてくださいね。すごいな、呼吸だけでこんなに変わるの。納得。これも毎日できるな。